今日はこういう花を用意しました。僕らがしてる、サヤにも来てもらってた、アイロニーという花屋は、フレンチスタイル、フレンチのスタイルで、お花の世界ってね、あんまり皆さんすごく馴染みがあるわけじゃないので、いろんなテイストの花屋があるってご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、料理でいうとフランス料理みたいなことをしている、花屋になります。で、パリにも頑張って僕ら店を出して、さらに2ヶ月ってか、はい、3ヶ月 2ヶ月、研修に来てもらって出張してね、はい、仕事をしてもらったことがあります。今日は何の話をしようかと思って、サイはパリで車をぶつけた時の話しようかそういう話しようかなと思ったりとしたんですけども、今日はこのね、パリの花のスタイルの中で特に僕気に入ってるスタイルで、シャンペトルっていうスタイルがあるんですね。シャンペトルブーケっていうスタイルがあります。でシャンペトルっていうのは田舎風とか田園風景っていう意味のフランス語で、パリの人たちに好まれてるスタイルの一つなんですね。で、どういうスタイルかというと、いわゆるバラとか、ランみたいな、花屋さんでよくね売ってる、高価な花じゃなくて、草花で、もっと言うとね、田舎田園風景をイメージさせるような、こういう雑草みたいなもの、これフランスだとグラミネって言うんですけども、雑草のようなものを多用して、すごく自然なスタイルのブーケを束ねるっていうのがシャンペトルスタイル、シャンペトルブーケになります。で、僕このスタイルすごく綺麗だなと思うのは、豪華なね、作られた自然の美しさっていうよりも本当にそこにある野の花の美しさ、すごく力強さを感じるし、素朴な優しさみたいなのが感じられるスタイルで、これサーヤの、お父さんつけてくれたお名前、あるように野花のね雰囲気が感じられるので、今日はこれ僕らサーヤにはイメージぴったりだなと思って、今日はこれを束ねさせてもらおうかなと思って束ねています。こういう美しさ、僕らは花屋なので、綺麗なものを生み出していく、作っていくっていうことが仕事なんですけども、いろんな美しさがあってね、ブーケ束ねるときは綺麗なものを作るっていうよりも、やっぱり自然の美しさが一番、素晴らしいものなので、綺麗なものを作ろうと思うと自然に感謝する、自然のものに、綺麗だなって感謝しながら束ねていくのが一番、綺麗なものができると、たくさんの人が見て綺麗と感じるものができるっていうふうに、いつもサーヤにもね、スタッフ、ブーケをね束ねてくれるスタッフにはそういう話をしています。で、もう一つ美しさ、綺麗さについての話で、さらにも来てもらったパリのお店、すごくやっぱり僕らみたいな、まあ、そんなに大きな会社じゃないんです、うちも、小さい、お店を営んでる花屋なんですけども、やっぱり僕らフレンチの世界でいうと、パリの花っていうのがどうしても本場と捉えられるので、本場に行って挑戦したいなっていう気持ちがあって、パリにお店を出そうっ
ていう挑戦をして、その時にもサライもたくさん支えてもらって頑張ったんですけども、その時にね、僕気づいたこと一つあって、店を出そうとし始めた時って、日本にも仕事があったので10日日本で仕事をして20日はパリに行って、店の物件を探したりするっていう風に行ったり来たりの生活をしてたんですけども、まだビザが取れていないので、アパートをね、短期で20日間毎月毎月短期のアパートを借りてそこに滞在して、その間、物件を探したり、花市場に行ってね花を見たり、店をオープンする準備をしてました。でその時にフランスの人たちってちょっといい加減なところもあって、アパート貸してくれるってやり取りしてたフランス人が直前になってやっぱり貸せないっていう風になって、僕は飛行機でフランスに着いたものの滞在するところがなくって、その日その日でね、ホテルを空いてるホテル1日だけ、予約できたところがあったらそこに泊まって、で長く借りられるところが見つかるまでそういう風に、空いてるホテル空いてるホテル移動してる時がちょっと難民みたいなね、アパート難民みたいな状態の時があったんですけども、その時に重い荷物をね、スーツケースを引きずって、次のホテルに移動したりするんですけども、パリって道が石畳になってるところが多いんですね、舗装された綺麗な道路じゃなくて石畳になってるので、スーツケースをねゴロゴロゴロっと引きずるにはすごく大変な、もう本当に疲れてるのに大変だなと思いながらスーツケースを次のところまで引きずりながら歩いて、ホテルを見つけて、そこに滞在して、でその日ちょっと僕も疲れて、昼間眠ってしまったんですね。ホテルに着いてもうすぐ眠ってしまった。で夜目が覚めて、お腹が空いたので、なんかカフェで何か食べようかなと思って街に出たんですけども、寝てる間に雨が降ってたんですね。でその後街に出てみたら、もう本当に嫌だなと思ってた石畳が、もうこれ舗装してアスファルトにしてくれればいいのにと思ってた石畳がね、雨に濡れて、街灯オレンジのね街灯に照らされてね、ものすごく綺麗だったんですよ。でその街の様子を見て景色を見て、パリっていう街がねみんなすごく綺麗で訪れる、そういう美しさってただただ綺麗なだけじゃなくて、なんか面倒なこととか、大変なこと不便さみたいなものの中に一緒になって紛れてるんだな、いろんな面があるんだなっていうふうに思って、それを僕らやっぱりどう感じるか、これはあんまりこう便利が良くないからこれも舗装してしまった方がいいんじゃないかっていう考えじゃなくて、歩きにくかったりねするんだけども美しいのでこのまま残しておくっていう風な選択をしている街なんだなと思うんです。なのでその時に僕ら、普段から仕事大変なことあったりしても、不便な点無駄なこととかね、そういうところってついつい省いてしまったりするんですけども、なくしてしまったりとかねするんですけども、やっぱりそういう中にこそ美しさってあると思うので、これから2人、結婚がゴールじゃなくて、いろんなことがあると思うんですけども、そういう中にもね、そういうことがあるからこそ、幸せに感じられることっていうのがあると思うんで、それを、忘れないように末永く幸せに、はい、
過ごしていただければなと思います、はい、ありがとうございます。はい、はい、こんな感じの素敵ありがとうございます。